偶然がこれほど続くまずないです。導かれて勝手に携帯が喋ることまずないです。そうそう、ナビが勝手に指示してそこに連れていく絶対ないです。一番ありえないのは天空の腰掛け岩に行きなさいってナビが喋るわけがない。駅で話すか、天空の腰掛け岩って住所どこったら住所が出るのか、そういうこと出ないでしょ普通。ってことは周りが教えてくれてるってくれてるってことはよっぽど重要だってことです。重要な情報だと、それを俺らに教えてるってこと、それをこう打ち立てて今やってます。その今言ってるのその調べ上げてきたものを全部で、うちの奥さんは歴史のそのなしの遺跡のあれを見るんですよ、影を見るんですよ、なんかこう遺跡のあれが立ってる。で自分は自分で仏様の声を聞いたりとか、あとはその宇宙的な写真を撮ったりとか、その場所はどこ、こう判別する場所、どういう神様がどこに隠れてるかっていう場所、具体的な場所、今回もいろんな写真撮れてるけど偽物だってまやかしだって、例えば水の水滴を映してそういうのが例えば映ったにしても、最初そういうふうに言ったら白の矢部、それは水滴はよくあることだからねって、今日実はその画面をアップしたんですよ、これどうですかねってアップしたら、こんな水様ねえだろ、こんな機械的なこんなブツブツこういうふうになってね、こう四角くなったこんな無突起物が撮ったような影になったこんなのになって具体的に出てこないだろう。だけどアップしなかったら分かんないでしょ、アップしなかったらただの水の雫ですよ、水の雫こう打ち込む、それをアップしてくると宇宙船みたいになってる、それでこう四角くなってこうブロックになって、でこれ見たらあこれは違うだろうって、これはもう皆さんに見せることを僕はそうおすすめするから、みんなまたね紹介するからね、そう画像はね動画ね、うん、紹介するよ、そういうことなんですよ、うん、次お願いします、見ますよ、はい、はい、じゃあ行きますか、じゃあ読みますよ、超古代文明のムーの人たちが扱う力とは時間を飛び越える力なのか。光明は昨日の夜 YouTube を見ながらうとうとしていた。その YouTube の内容は20年前の日産 GTR のブレーキについての説明であった。光明がうとうとし始めると夢なのかビジョンなのか、自分がプラドに乗ってタイヤ交換に行く夢を見ていた。そして光明が運転しているプラドがYouTube を撮影しているその現場の前を通った。するとその YouTube で20年前の GTR のブレーキを説明しているエンジニアはトヨタのプラドを見て、この四輪駆動にもこのブレーキシステムが当てはまるかもしれないからつけますかと言った。よく見るとなんとその現場に新車で置かれている GTR は20年前の 32R であった。光明は20年前の YouTube の撮影現場にワープしていたことになる。そこにいたエンジニアはトヨタのプラドを見て、この車は見たことがない車ですね、どこの車ですかと聞いてきたので、光明はトヨタのプラドという車ですよと言った。するとエンジニアはこんな技術は今のトヨタにはないですよと言ったので、光明は20年前の未来から来ましたと言ったところ、周りの人たちは驚いた。その時に光明は今の世界に戻ってきて、このような時を超えるようなビジョンを見せられたのである。超古代文明のムーの人たちが扱う力とは時間を飛び越える力ではないのか。それを理解させるためにこのようなビジョンを見せたのではないだろうか。今多くの仏様や神々は時間や空間を超えて我々の周りに現れているのである。もうちょっといきますか。ムー、うん、
大陸の3人の長老、イースター島のモアイ像、バミューダトライアングル、光明の奥さんが古代遺跡のビジョンを見たり、また目の周りに黒い熊取りをした独特の化粧をした女性の光の民からの通信を頻回に受けている。そのビジョンに現れる古代遺跡は北の聖地の山にあると思われる。よく考えると北の聖地の山から遠くの知床の斜里釧路阿寒湖あたりの道北や道東にアイヌの人たちがいる、コタンの神がいた地域すべてがムー大陸の一部であったと思われる。頭の上に大きな長い帽子のようなものをかぶっている二人の長老が知床のシャリの地区にいると述べた。その理由が分かったのである。昔ムー大陸が次元上昇した時、大陸の一部だけが弾き飛ばされこの三次元世界に残されたのである。その場所は北海道の一部の地域、そしてイースター島、そしてバミューダトライアングルの3カ所である。光明が見たビジョンはイースター島のモアイ像の頭の上の大きな帽子をかぶった石像であり、昔イースター島に住んでいた人たちは顔に入れ墨のような化粧をしていたという。ムー大陸にはコタンの神として3人の長老がいて、本来はその3人の長老はムー大陸が飛ばされてできた北海道にいるべきであったのだが、その長老の一人がイースター島に飛ばされてしまったのである。